する楽しいイベントの街。はい、手挙げてください。誰もいないの？じゃあ一人だけね。優しさとこだわりの寿商店。あ、2行。いや、品物とかね、生活とかいろんなのにこだわってるの。そういうことです。はい、お寺町、お寺の町、生かされている寿商店会。はい、4番、ゆっくり見てこよう、足場今戸の良いと。じゃあ最後の5番も多くなっちゃう。台東区台北の地、歴史の宝庫、今戸清子は足場の里。はい、いいね。津軽海峡に そうしますと、1番は、おいても楽しく生きる街、カラオケ、ダンス、そしておしゃれ。一人一つにしてもらえますか。これ商店街のキャッチフレーズまたはスローガンとしてどうでしょうか。いいですね。じゃあちょっと、おいても楽しく生きる街、カラオケ、ダンス、そしておしゃれ。町のイメージとしては、なんかこれに、じゃあ7番、お寺巡りで歴史を学ぶ商店街。おいても楽しく生きる街、カラオケ、ダンス、そしておしゃれ。これ行ってみたい街になりますよね。多分いないと思うよ。
手あげる。自分で手あげない。心と筋肉。じゃあ。それは君と僕。はい、寿司商店街。早いとこ、自分で早いとこ行きたい。早いとこ行きたい。あったかい街、歩いて感じて僕の街。今、集合写真を。まあ、じゃあ、皆さんこっちに来ていただいて、ここの人は忘れないで、ね、よりできることを引きできたって。まずこれだけ。じゃあ、まずこれだけでね。じゃあ、僕行きますまた10年以上ね。長寿の街、ホームページの北部の中に ここで書いてありますから、はい、こちらがよろしいですか。同じ時間、ホームページ作るんですですか。じゃあ、皆さんこっちへ来ていただいて、橋本さん、ここで持っていただいて、はい、え、皆さん、こっちへ集合写真、はい、集合写真、皆さん、集めます。集めます。はい、あったかい街はまだ歩いて感じて、じゃあ私下に隠れて感じて入ります。これですね。本当にっていいんで、毎日ぐらいの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 、